では時間となりましたので、引き続き RNA シーク解析の方を始めさせていただきたいと思います。はい、でですね、大きいな、よいしょよいしょ。はい、で先ほどのリシークエンスと被るところも、あるんですけれども、公開データを取得して QC してマッピングして発現定量をやります。やります。 FPKM 計算します。で、RNA シークとは基本的に皆さんご存知だと思うんですけれども、改めましておさらいしておくと、メッセンジャー RNA を、キャプチャーして、ポリ A とかポリ T テイルでキャプチャーして、で、配列をシーケンスして、もちろん CDNA にして配列を読んで、で、解析すると。でリファレンスがあれば、基地遺伝子にマッピングして、発現量を見ます。スプライスバリエーション、アイソフォームとか言いますけど、スプライスバリエーションも 見れます。でリファレンスがない場合は、近隣種にマッピングするというのもありますけれども、基本はデノボアセンブルですね。転写物をデノボアセンブルして、で さらにそれにマッピングして発現量を定量するということをやると思います。はい、で、今回はモデル生物の例を、利用します。で QC なんですが、やはりポリ A ポリ T テイルが絶対に入ってます。で前処理とか、である程度除去してるんですが、全部は取り除けてない、取り除ききれないものも実際にはあるので、それを除去すると。でプリンセクというソフトを使うことが多いです。でクリーニングですね。この Q クリーナーというのが商用なんですけれども、でオープンソースでも当然クリーニング。でトップハットでマッピングして、でバムファイルとベッドファイルが出来上がります。でそれに対してカフリンクスという発現量を計算するソフトですね、 FPKM を計算するソフトがあるので、そちらで発現定量を行って、で、遺伝子情報 GTF ファイルと、作って、で必要に応じてグループ間比較ですね、だいたいケースとコントロールだと思うので、ケースとコントロールで発現量比較して有意差のあった遺伝子を抜き出すと。でその後は最後 R でマッピングします。この先はもう加藤先生の得意分野といいますか、 R を使って、プロットしたり諸々解析したりですけれども、はい、そういったことにつなげるということになります。で RNA シーク解析でできることですね、もう当然発現定量や比較とか新規転写産物、新規のスプライスバリエーションの探索ができると。でマイクロアレと比較して、優れていると言われているのは、新規転写産物や融合遺伝子の検出が可能だと言われています。はい、でやろうと思えばスニップやスモールインデルも見つかります。ただどうしても逆転写するときにエラーが入るので、偽陽性も多いです。 SNV もスモールインデルも偽陽性は多いっていうことを承知の上でであれば、多系検出もできます。で今はアリルスペシフィックな発現量の検出も最近では注目されている技術です。アリルスペシフィックですね、ご存知の通り2倍体の生物種であれば、父親由来母親由来でやはりアリルによって区別ができる場合があります。で父親由来の、DNA の方が発現しているのか、母親由来の DNA の方が発現しているのかを、アリルごとに発現量を定量することができるソフトも今出ているので、そういったことも可能です。はい、でプローブ設計を必要としないので非モデルセプトでも対応可ということがあります。で、相変わらずなんですが、はい、イルミナ社のアイゲノムスで、公開されたデータを使っています。オンディサックスはですね、はい、使っています。RNA 配列 RNA 解析用のファイルもあるんですね。で、トライと書いてありまして、ここ一回見ましたよね、シークエンスの中。はい、なのでもうすでに終わっているという感じだとは思うんですが、再起動しました。処理が重くなったら嫌なので再起動してます。 Linux をですね、で大きくして
ゲノムのサックサーの NCBI ビルドサンテンスですね、はい、でここに2つあのビルドサンテンスの中にアノテーションとシークエンスってあると思います。でもうこの状態で、イルミナの i ゲノムスに公開されています。i ゲノムスからダウンロードするとこのアノテーションというディレクトリとシークエンスというディレクトリ2個から成り立っています。あ、ゲノムによってもしかしたら違うのかもしれませんが構成は、はい、アーカイブカレントの方を見ますかね。あの今中身はどんな感じになってるかなっていうのを見てるだけなんですけれども、はい、リードミーとかジーンとかスモール RN とかバリエーションとかいくつかの情報が入ってますね。これアノテーションの中です。アノテーションの中ですね、はい、でシークエンスの方は、まあ、あのご存知の通りですね、アバンダンシークエンシーズ、ボータイツインデックス、ビタブレインデックス、クロモソームス、ポリジルムシファスターですね。で、RNA シークのマッパーは BWA ではなくてボータイツを使います。なのでボータイツインデックスが、まあ、すでにもう入っていますのでこちらを利用します。こちらを利用します。でそれがこの9ページ目ですね。今回はこちらのインデックスを使用します。はい、ボータイツインデックスの方を使います。で、公開データです。あの取り方は同じ DDBJ、DRA でアクセッション SRR518891 ともう一個あるんですけどね、フェアの取ってきました。でこれを見に行ってこの辺を落としてきました。でサックサーで、トランスクリプトミックでペアードの解析って書いてありますね、はい、で RNA シークはペアードエンドでも解析しますしシングルでもやります。どちらの場合も読むことが多いですね、まあ、ペア最近はペアが多い気がしてますけどどうですかね。ペア多いですかね、はい、ペアードエンドの方が今は多くなっていますね、はいで、あのダウンロード済みですけれどもこれもペアのデータなので一度に落としてきます、はい、ダブルゲットでコピペで、落とせますと。でまたもや4000行1000リード分抜き出してあります。あの6個あったうちのこれ2個ですよね、はい、SRR518891 の方ですね、はい、これがあることをこれはシークエンシーズの方なので、アメリエフ NGS の直下かな、これですね SR518891 の1と2がちゃんと用意がされています、はい、がされています。アメリエフ NGS の中にありますね、はい、まあ散々見てたと思いますけども、はい、で先ほどリシックっていうディレクトリ作りましたのでありますよね、ここにリシックってディレクトリ作りました。で今回は RNA シークなので RNA シークというディレクトリ作りたいと思います。このその中で作業をするという意味ですね。 make dir の RNA シークですね、作ります。この中で作業をやります。で、早速 FastQC をやります。2つ分やってます。あのまあ、実際やってみてください。皆さんお手元で おさらいがてらもう一度ファスト QC やってみてください。これ結果をちゃんとあの一緒に見ていきたいと思います。また先ほどとはだいぶ特徴の違うデータです。アウトプット先が RNA シークの方ですね。 F はファスト Q ですね。で今度 SRR1の方と、2の方ですね。
ファスト QC が実行されると、それぞれ ZIP とファスト QC というディレクトリが2つできているかと思います。できているかと思います。で、結果を Firefox で開いて見てみたいと思います。はい、Firefox で見てみますと、リード数は1000リードで合ってますね。長さが105塩基ですね。で、この結果3ダッシュ単のクオリティがとても低いです。サマリーも×ばっかりついてます。で、クオリティバリューが2の塩基がものすごく多いみたいですね。で、ACGT の割合分布見ると、はい、おかしいなということがよくわかると思います。つまり最初の7塩基目までは極端に偏ってるってことは、アダプターが混入してるんじゃないかなということが予想されます。1塩基目は C が 100%、 2塩基目は A が 100%、 3塩基目は C が 100%、 4塩基目は T が 100%、 5塩基目は G、 6塩基目と7塩基目は T がほぼ 100% ですよね。なので、もうこの配列のアダプターが頭に混入しているっていう可能性が、まあほぼ確実であろうことがわかります。はい。まあ当たり前ですが、GC 5点でも当然その最初の方はこうなりますよね。はい。で、N で読めなかった、1塩基目が読めなかったっていう割合も結構高いですね。1塩基目に N がシーケンされた、ジェノタイプされたっていう、シーケンされたか、シーケンされたっていう結果が多いですね。長さは全部105ですが、重複もあまりないと。で、この特に基地のアダプターとかではないとは出てますが、はい、ね、こういう結果でした。この桂馬はすごくいっぱい出てますけれども、はい、こういう結果でした、ね。で、ここに書いてあるんですけどね、最初の1塩基おかしいねと。で、オーバープレゼンテッドシークエンシーズですね、過剰に発現している、過剰に観測された配列が、あるよということで見てみると、ここにポリ T、 お尻に T がついてるリードが多いということが分かると思います。これなんてほとんど後ろ A みたいな感じですよね。はい、ポリ A ポリ T テールがやっぱりいっぱいくっついてるのが分かるかと思います。はい、なので、捨てましょうということですね。で、どうしても混入しちゃうんですよね、仕組み上。はい、はい、ポリエテールで釣ってきていますが、で、違います。で、ファスト X トリマー、先ほどちょろっとリシークの方でもちょろっとご紹介しましたけれども、ファスト Q とかファスト A ファイルとかをトリミングする、コマンドですね。はい。で、1塩基目がおかしいので1塩基目除去って書いてありますが、このファイル先ほど見ましたが、アダプターがどう見ても混入しているので、本当は最初の7塩基分はトリムした方がいいように思いますね。これははい、これはクオリティバリューの分布なので、間違ってますね、資料が。すみません、
もう一度見直しますと、クオリティバリューも最初の、7円期くらいまでは結構低いですし、これはクオリティバリューの分布なので 2のものがいっぱい、37が、まあ、次に高い多いってことになってますね。で、はい、7円期目までがアダプターなので、7円期目までをトリミングしたいと思います。資料には1円期って書いてありますが、正確にはこれはどう見ても7円期ですね。5ダッシュターン7円期だと置き換えて見てください。で、まあ、実際に手を動かしていきたいと思います。ファストエクストリーマーですね、あの午前中もちょろっとコマンド打っていただきましたかね。ファストエクストリーマーで -H で、ソフトが入っていることを確認してください。でヘルプも確認してください。ね、大体ファストエクストリーマーで、-H スペース -H してください。そうするとファストエクストリーマーの優勢時がとマニュアルが出ます。で、まあ、H はヘルプですよね。で F はファーストベーストゥーキープですよね。で L はラストですね。で、まあ、T はトリム N のグリオチュードものも書いてあります。はい、ミニマムレングスとかですね、はい、でインプットとアウトプットの指定ですね。ですという内容です。でこれはですね、あの2円期目以降は3ダッシュターンでは切らず最後まで取ってくるっていう命令です。でこれを2ではなくて7まで来たないので8から取る、8から取ってくる、1から7までを捨てるっていうことにしたいので、あの8、2ではなくて8を指定したいと思います。はい、で、あ、すみません、RNA シックディレクトリに移動してからやってください。 RNA シックディレクトリに移動して、その RNA シックディレクトリの中にあのトリミングした結果を残してください。CD で RNA シックの中に入ります。でファスト X トリマーで F を8にして、インプットが1個上のディレクトリにある s1.fastk ですね。で -o が 1k srr5111の、1のアンダースコア S にしてなってますね。アンダースコア S ドットファスト Q ですね。で大文字の Q がどこに書いてもいいんですけど、お尻に書いてある、お手元資料では最後の方に書いてありますが、まあ、最初の方に私は入れました。で実行すると一瞬で出ます、結果が出ます。結果が出ました。さっき元のファイルがサイズがですね346KB ぐらいですね。で今回、最初の7円期トリミングしたので332に減ってますね。まあ、大体これぐらいかなという形ですよね。はい、最初の延期が削られました。まあ、実際配列自体を見てみますと、このトリム前の、トリミング、そうですね、トリム前のファイルを最初に見てみますね。そうするとこんな感じ、結構頭に N が入ってたりとかしますね。これなんか
いきなり N が入ってたりしますね。これも N が入ったりしますね。で N の次が ACTGDT 一緒ですね。これは CACTG か、これ NACTGDT ですね。一緒ですね。という形で同じ、これも NACTGDT ですね。やはりアダプターもうパッと見た目もうほとんど最初 N 多いですし、同じ配列になっているのでアダプターだなという感じはします、はい、でトリムされた結果を見てみますと S、ね、まあ、当たり前なんですが最初の7位削ったのでちゃんとパッと見それぞれバラバラですね。バラバラですね。きちんとトリミングできたようです。はい、はい、アダプターって普通に前の方に付くんですか、小出しの方に。そうですね、アダプター配列小出し側に入っていることが多いです。時々真ん中に埋め込まれてたりもします。はい、実際どうですかね、生データを使っておられる方多いと思うんですが、オダッシュタン側に入っていることが我々は多く見るんですけど、わかんない。はい、どなたかご存知の方がいたらコメントいただいたと思うんですが、ないですかね。はい、はい、実験系によってですかね、マイクロ RNA だと元が短いのでアダプターが真ん中に入っちゃったり、アダプターを2回読んじゃったりとかって見たりするんですけども、まあ、普通はオダッシュタン側に入りますかね。うん、はい、で、さらにですね、ポリエテール、ポリティテールがあったと思います。でグレップで末尾に A が5個繰り返されている、リードが何行分あったか確認したいと思います。そうするとまあちょっと打たずに端折りますけれども39個あるようです。はい、末尾に A が5回連なっているリードがですね、でもちろん5回より多い場合も多いと思いますし、4回っていうのも本当はあったと思うんですよね。まあでも A が5個ぐらいあるともうポリエテールだねって言えると思うんで、そういったものが全部で1000リード中の39ですから少なからずありますよね。で、ファストエクスクリッパーを今回は使います。で本当はA が何個あるかわからないのでプリンセックのポリエテールの除去ツールを使った方がいいです。 A と T 両方除去してくれます。プリンセックというソフトのツールを使った方がいいんですが、プリンセックは準備がちょっと大変ってほどでもないですが、簡易化するためにファスト X クリッパーを使ってもう A が5個あったらそれを捨てると、そういったことをやります。簡易化したいと思います今回は。でファスト X クリッパーを -H で、実際にまたヘルプを確認してみましょう。ちょっと待ってね、もうちょっと上に、もうちょっと上に、この辺がいいですかね。ファスト X クリッパーですね。あ、やばいやばい、コントロール D でキャンセル。スペース -H ですね。はい、で、ヘルプ出しますとファスト X クリッパー、まあ、ヘルプを見ましたが A アダプターでデフォルトがこれだよって言いますね。ダミーアダプターって書いてありますけども、まあ、ここに実際に A がいくつかとか入れたらいいと思います。はい、で実際に、やってみたいと思います。この次ですね、はい、23ページ目ですね。ファストエクスクリッパーで、-A でアダプターは A が5個連なったものと、でインプットはこの 1S ファスト Q ですね。でアウトプットは 1S ノーテイルっていう名前にしてます。
で933で、実行してみてください。クリッパー12345。JS のノーテールファースト Q ですね。で、で実行すると、これもまた一瞬で結果が出ます。また容量を LS-LL で確認しますと、5塩基だけ捨ててるので、ちょびっとだけ、あんま減ってないですね。こんなもんかな。はい、このノーテイルにグレップすると32個ぐらいでヒットしたんですけど、削れてないんじゃないと思ったんですけど、はい、5塩基しか削ってないんです。逆に言うと10個あったらまた5個あるの。同じグレあの最初グレップで何レコードあるかなって調べたじゃないですか、はい、同じコマンドをそのノーテイルのファイルに行ったら、前39だったのが31行だった。はい、減ってます。削れないんじゃないか。はい、おっしゃる通りです。あの39あったのは最後が、A が5個連なっているのが39あったってことですよね、はい、で今回かけました。でもし最後に A が10個あったら、今5個削ったんですが、まだ5個残ってますよね。なのでまだ5個残ってるやつが31個あったんですよね。はい、そういうことなんです。はい、なのでこれでは完璧ではないというのはおっしゃる通りなんですが、簡便化するためにこれを使ってます。本当は プリンセックとかのポリ A ポリ T テールの除去ツールを、専門ツールを使うのがもちろんマッチベターです。これはまずベーシックな、はい、ベーシック中のベーシックですね。です。はい。はい。これは5個だけでやってますが、これを10個にしたら変わりますかね。変わりますかね。どうですかね。はい。ちょっとまた横道なんですが、O を指定しないとどうなるかというとですね、これで画面に出るんですね。を押して画面出ますってことは、画面に出たところでグレップでキャッチしてあげましょう。行末はドルで数数える。はいよ、まだ31個残ってるっていうのはご指摘の通りですよね。はい、じゃあ、A が5個まだ残ってるって意味でグレップの方は残しておいて、トリミング、クリッピングする A を5個じゃなくて6個にしたらどうなるか。お、1に減りますね。ってことは、ってことはですよ、これを7個にしたら、あ、まだ残ってる、8個、まだ残ってる。でも長いや、しぶといやつがいますね。はい、はい、ただあんまり長くしすぎちゃうと、短いやつが残っちゃうんですよね。なのでやりすぎると当然まずいので、まあ5から6にした時の差が大きかったので A6 個ぐらいにしときましょうかね。あ、まだ5個だ、6個、はい、あ、こうしときましょうかね。はい、でもあまりこう資料と違うことやると、資料と違うって怒られるので、はい、やっぱりそこはA5 個でやった結果をこのままやりたいと思います。はい、でこのファストエクスクリッパーのこう説明書、今はあくまでヘルプなんですけど、説明書はファストエクスツールキットのホームページに行くと、詳細がこういう
仕様で解析で処理しますっていうの書いてあるので詳細はそちらをご覧ください。で、まあ、これできましたと。で、リシークでもやりましたけれども、もろもろクリーニングした後にまだ汚い、まあ、トリミングした後にまだリードとして汚ければ、これは これは三ダッシュ端からのトリミングですかね、やって、かつこれパイプで2個もう1個やってます。で、先にやはり三ダッシュ端からのトリマーをやらないとあまり意味がないので、先ほどはクオリティフィルターやってクオリティバリューが30以上のものが 90% 以上あったら残して、それ以外を捨てるとやりましたね。先にそっちやりましたが、まあ、本来は三ダッシュ端からのトリミングを先にやってから、トリミングやってでもまだ汚いものは捨てるっていう形の方がいいので、トリミングを先にやって、で、次にクオリティフィルターでこれは20クオリティバリューが20以上のものが 80% 以上あったら残す、それ以下は捨てるっていう、クライテリアで、クリーニングしてますけれども、こういうことをやります。はい、これも実際にやってみてください。で、 L30 っていうのはトリミングしていった結果30延期よりも短くなっちゃったらそのリードは捨てるっていうんですね。ちょっとわかんなくなっちゃったんですけど、これリードって全部どのリードも100くらいあるんですか？105延期、はい、105延期あるんですよね。ありました。これその最初にクオリティチェックをやった時に3プライムの方ってかなり汚いっていうことは、はい、そのシーケンスエラーがたくさんあるっていうことですよね。はい、そうするとその先にその3プライムの方をトリミングしてからポリエ除去をやった方がいいんじゃないかと思うような気がするんですけど、うん、おっしゃる通りですね。先に、してから、そうですね、うん、確かにその通りですね、うん、そうですね、3ダッシュトリミング先にしてからポリティテール除去をやった方がいいってことですよね。おっしゃる通りですね。本当ですね。で、この場合はデータが汚かったから確かにその通りですが、綺麗な結果だった場合もまああると思うので、その時にはまあ T を先に捨てる必要があると思います。で、一般化するとどっちらを選ぶか、全データ届いてきた全データに対してどっちでやるかというと、まあ、我々は、こちら先に、ポリ A ポリディテールを除去してからクオリティでトリミングしてるんですけれども、逆のパターンで問題出ますかね、先にトリミングしてからテール除去、両方トライしてみて結果の検証しないとわからないんですが、多分どちらからやってもあまり大差はないんじゃないかなという気はします、最終的な結果にですね。はいはい、今回は確かにサンドスタンクすごく汚いので、このクオリティトリマーをやったらほとんど のポリ A ポリティテールは除去できそうです。それはおっしゃる通りだと思います。はい、今回の例で言うとクオリティトリマーを先にやった方がいいかもしれません。じゃあこれやってみますね。コピペでいきますよ。よエディターないか。あ、T20L30。
が20で B が80、で、1のクリーン、クリーン、よすぎる、はい、実際にやってみました。ファースト級クオリティトリマーで、スレッシュホールドの T は20点、クオリティバルが20で、 L は最長、まあ、刈り込んでいって30、ミニマムレングですね、30延期を下回ったリードは捨てると。でインプットでパイプでファースト級クオリティフィルターの方にかけて、クオリティバリューが20で、その割合が 80% 以上あれば残す、それ未満は捨てて、アウトプットは、アンダースコア1アンダースコアのクリーンドットファースト級にしました。で、結果のファイルのサイズですが、このノーテールの332568バイトでしたね。330キロバイトぐらいだったのが220キロバイトぐらいに、3分の2ぐらいになりましたね。だいぶちっちゃく捨てられた、まあサンダー下に汚かったのでだいぶ削られるなとは思っていましたが、予想通りたくさん3分の2に、3分の1が捨てられてしまったという結果になりました。で、やはりどうせであればビフォーアフターを見ようと思います。これがアフターですね、はい、ビフォーがこれ、よいしょ、これが、ちょっと下を見、よいしょ、これでしょうかな、これがビフォーで、こっちがアフターですね、よいよ、はい、まあ、全体的に頭7駅捨ててますし、トリミングもしたので、はい、短くなってますね。でクオリティはやはりだいぶ綺麗になっている印象ですね、うん、で ACGT の分布も、あんまり綺麗とは言い難いですね。これはサンダーシュタンは先ほどのもまあこんな感じですか、はいはい、ちょっと偏っているような印象はあります。これアフターの方ですけど、 DC コンテナもちょっとバラついてますね。 N はまあいいと、重複もない、はい、アダプターはまあもともとないですが、まだポリ A とかポリ A がだいぶまだだいぶ残っちゃってますね、はい、プリンセックを使うと、まあ、ほぼ除去できます。今回はワストXクリッパーだけだったのであれですが、はい、そうですね、ちょっとケーマーも汚い感じはありますが、まあ、このクオリティバリューの分布を見る限りにおいては比較的綺麗になったかなと思います。では、これがクリーンですよね、はい、でアフターでファースト QC やって確認しました、はい、
あ、そっか、リード数みたいな、ごめんなさい、リード数が最初まあ1000リードですよね。105円機やったのが一番上730リードですね。 27% なくなりました。で、長さも30円から98円機までいろいろですねあります。まあ、これがそのビフォーアフターの絵ですね、はい、これぐらい変わりました。で、これはもちろんサンプル調整方法とかシーケンサーの特徴に合わせて、重み付けとかは変えますけれども、基本はこの流れでやります。はい。で、先ほどアダプターのお話がちょっと出てましたけれども、我々の社内でカットアダプトとファストエクスツールキットのこのクリッパーですねとタグクリーナーというソフトがあります。 この3つでやりました。で、その結果ですが、指定した配列はどの一つでも除けますよと。で、ファストエクスクリッパーは部分配列もかなり除けたんですけれども、リード数も10分の1に減っちゃったと。つまり、捨てすぎちゃったというところですね。いわゆる普通のこういう20円機ぐらいのアダプター配列を入れるとですね、捨てすぎちゃうんですね。はい。で、タグクリーナーは一度の実行で1種類のアダプター配列が指定できないので、アダプターが 2種類3種類あると2回も3回もぐるぐる回さなければいけないという不便さがあります。で、除去率も低かったです。低かったです。で、カットアダプトだと、こうやって複数のアダプター配列2つ指定してますけど、これは複数のアダプターを指定できまして、で、部分マッチですね、これ多分アダプターの配列15円機ぐらいですかね、10ちょっとありますかね。で、M10 って、マッチがアダプター除去して、ミニマムなレングスが10以下になったらリード自体を捨てるとか、で、マッチ領域の最小値 O ですねが、デフォルト値がちょっとこれ書いてないですね、その最小値、以上、その長さ以上のマッチングを見るとか、で、N2 っていうのが、同一リードアダプター出現回数ですね。そのリード内にアダプターが2個あっても、まあ、ちゃんと捨てるよと。はい。で、はい、いい。ランク数割るマッチ領域値が最大になるように、調整してくれます。はい、まあ、こういう処理をして、カットアダプトで、我々はカットアダプトを使って、アダプター授業することが多いです、はい、ここまでで何かご質問ありますでしょうか。ここまでは QC の部分です。クオリティコントロールの部分ですね。次にマッピングに入りますが、で、休憩にしようと思ってますが、一旦何かご質問とありますでしょうか。アダプターファイルってよく公共データベース中の情報としてはないっていうのがよく相談を受けるんですけども、はい、その辺りについて試薬買ったメーカーさんにからもらうと思います。で、まあ、手元で実験やってない場合には実験やった人に聞くしかないと思います。公共データベースでそういう情報がない、公共データベースを解析したい、誰かアダプター配列がないっていうのが問いですね、はい、ファスト QC 使いますと、アダプターが基地のアダプターであれば配列出てきます。先ほどファスト QC の結果見てみると、ノーヒットって書いてあったと思うんですが、ここですね、ここノーヒットって書いてあると思うんですが、もし基地のアダプター、まあ、このソフトに登録されているアダプターだけですけども、であれば基地のアダプターであれば、ここにどこどこ社のなんていうアダプターだよっていうふうに情報が出ます。で、そういうものは当然基地なので絶対にクリーニングして除去します、はい、なので、まず最初にファスト QC かけて基地のアダプターがないかどうかも検索してます、こいつで。ここまでが QC でしたが、次にですね、マッピングに移りたいと思います。マッピングしてから発言定量をしますので、まずはマッピングで、トップハットのマッピングですが、おとといも少しお話ししたと思うんですが、トップハットはスプライスバリエーションを考慮したマッピングをすると。で、メッセンジャー RNA の配列のシーケンサーの結果ですけれども、ゲノム配列にマッピングすると、エクソンとイントロンのジャンクションの部分をちゃんと考慮した上でマッピングしてくれるので、
ゲノム配列にマッピングすると。でそのためのソフトがトップハットであるというふうにおとといお伝えしたと思います。で裏で走っているマッパーは、防体という防体2というソフトですね。あ、防体1でも実は動くんですが、まあ、防体2を普通は使います。はい、でホームページ上でですね、あのトップハットで検索しますと、はい、トップハット、まあ、RNA ぐらいまで入れといた方がいいかもしれませんね。トップハット RNA で検索しますと、このセンターフォーコンピューテーショナルバイオロジー、ジョンズ・ホップキンス・ユニバーシティの、ホームページの中にあるトップハットのホームページが出ます。最新バージョンは 2.0.12 です。はい、で、まあ、マニュアル等といろいろ書いてある、もちろんダウンロードできてマニュアル等チュートリアル等あるんですけれども、この右下にこうダウンロードできるソースコードとか Linux 版 Mac 版落とせます。でセットでカフリンクスとか防体とかトップハットフュージョンというのは融合遺伝子の検索ですね。でカマーバンドというのが R で結果を見るためのソフトなんですが、あの リレーテッドツールという形にあります。カフリンクスはこの後出ます。はい、こういったところから、情報を集めて利用します。でこの防体のホームページ、これは防体1ですね、1ですね。で防体2の方はもうこっちにあって、防体2は、2.2.3 が出てますよということが書いてあります。はい、でトップハットです。でトップハットの使い方は、まあ、普通にトップハットって打つと実行できるんですが、まあ、オプションもありますが、防体インデックス、あの最初に見ましたよね、防体2インデックスっていうディレクトリーを見て中にゲノムファーがあって防体のインデックスファイルがあったと思います。防体2のインデックスファイルがあったと思います。で、ファストQファイルを指定するんですが、リード1は絶対当然当たり前ですが1つ目は絶対必要ですよね。でペアードエンドを許すので、はい、ペアードエンドも許します。で、1つだけではなくて2ついっぺんにやるってこともできます。はい、リード1カンマリード2カンマですね。でリード1カンマリード2っていうふうにここはスペースが入ってますけど、いろいろ指定できます、複数指定できます。でスプライシングを考慮してマッピングするので、基地あのもう遺伝子情報も渡す必要があります。はい、で GTF ファイルか GFF ファイルですね、 With no transcriptって書いてありますね。あの実際にコマンドをポチッと打ってみたいと思います。一旦閉じて、はい、トップハットポチッとやるとザーッとマニュアルが出まして、長いですね結構。よまだあるか、よまだあるか、あこの辺ですね。はい、トップハットは、ショートシーケンスをスプライス、トランスクリプトにホールゲノム出してそれやるよとかですね。はい、で使い方が書いてあるとですね。でまあ -V でバージョン O でアウトプットとかで、防体デフォルトは防体2使うんですが、防体1も指定がこうやってできますよとか、はい、あります。はい、でまあミスマッチリードどれぐらい許すかとか、まあ全部デフォルトが決まってますし、原則デフォルト値でいいと思います。特段の理由がない限りはこの辺りの数字はいじらずにやります。まあ、CPU の使う量だけあのコア数に応じて増やしたりはしますけども、まああまり変えることはないかなと思います。はい、デフォルト値を変えることはあまりないかなと思います。で、ハイフン G、 大文字の G のオプションが、GTF か GFF 指定ですね。はい、で、マックスマルチヒットどこまで許すかですね、マルチヒットどこまで許すかですが、デフォルト20になってます。はい、小文字の G なんですけどもね、20までいきます。まあ減らしてもいいと思いますし、このまま20でやってもいいと思います。で、お手元の資料の例ではこのマルチヒットは3にしてます。結構厳しく、あんまりたくさんマルチヒットしても困るので、3にしてます。でもデフォルトの20でも
いいと思います。あのまずはデフォルトでやって、なんか結果おかしかったら減らしてみるとか、まあ少なめに厳しめにやっておかしかったら増やしてみる、デフォルトに戻してみるとか、その試行錯誤だと思います。でトップアウトで、あのコマンド打っていただきたいんですけれども、はい、あのでも本当はペアドエンドのデータがあるんですが、クリーニングは片方だけでやってるので、この片方だけの片側だけで、今回はテストしてます。ペアので情報を揃えるのがちょっと大変なので、はい、そこは割愛してます。でトップアウト配合でアウトプットのディレクトリーというかファイル名ですね、のファイル名を指定してます。 1KSR58891 ですね。で G3 で大文字 N が10、大文字の N が何だったかと言いますと、大文字 N はここに小文字の字ありますよね。大文字 N が、ミスマッチの許容ですね、デフォルトは2になってますが、だいぶ寛容ですね。10までしてあげると。でリードエディットディストも10と、でリードギャップレングスも10と、あ、下に書いてありました、はい、はい、で、オプションの次に防対2インデックスのゲノムファイルの指定ですね。ゲノムまで書きます。なんでゲノムまでだったかですね。先ほどのあの防対2インデックスのここですね、BWL の時にはゲノム .fa まで指定、 FA まで指定したと思うんですが、なんでここはゲノムで止まってるのかと言いますと、防対2インデックスやると FA が消去されて、ゲノム .1234 とリバースコンプリメントだと思いますが、レブの12っていうふうになるので、このゲノムまでになります。これはあのもうソフトのお作法なのでこういうもんです。防対2ではこういうゲノムまでになる、ドット FA は書かずに指定します、はい、で、ファースト強ですね。でこれをポチッと実行しますと、やりましょう、はい、よよ、こうするとザーッと、画面が流れて、自己スト画面が流れて2秒で終わったと出てますけれども、はい、人の RNA シーク解析ですと、もちろんリード数にもよるんですけれども、まあ、1時間とか2時間とかそれくらいはかかりますね、はい、で、2
2つディレクトリが、本当かな、トップアウトアウトか、1個だけか、おかしいな、おかしいな、ここだけですね、あれ1個だけですね、あれ間違えた、あ、ハイフン O を入れ忘れました、通りでハイフン O を、あのお手元の資料にはハイフン O で、名前これかハイフン O でこのディレクトリに書き出してねって指定したと思います。これ私入れ忘れてしまったので、あのデフォルト値の名前であるトップハットアウトっていう名前で出力されてしまいました。これですね、はい、されてしまいました。あのなので名前指定しなければ、まあ、トップアウトアウトになるというふうに覚えておいてください。ただあの複数サンプルを同時に解析することも多いと思うので、やはりディレクトリ名、出力フォルダはサンプル名にしといておいた方がいいと思います。1なんですか、1までにしてますよね、あ1もないのか、はい、ちょリネームしておきます。こういった形で 1K-51889-1 のディレクトリができて、でこの中身を、見ていただくと、全部で7つのファイルとログスというディレクトリができていると思います。あの聞きましたと思うんですけど、ハイフン G のオプションの説明、はい、もう一回、あ、はい、ハイフン G のオプションはここにないですね。あのマルチヒットの、これですね。ハイフン G は、マルチマックスマルチヒッツです。そうすると、例えばあの3っていう場合は、3箇所ヒットされたらもうそれ以上その箇所にはヒットされない。はい、そのリードは探しに行きません。マップゲノム上のどこかに、まあ、仮にあったとしても探しに行かないですね。母体図のマッパーとして、あと3回まではあのいろんな箇所にマップされます。最大3箇所ま で最大で3箇所にマップされたら、はい、もうそれぞれそのリードはマップしに行かないと。でトップハット のマッピングの原理は、あの一昨日もちょろっと言ったんですけれども、基本はリードを、ゲノムに当てます。で、メッセンジャー RNA の長さが今回100ぐらいありますけれども、100塩基が、メッセンジャー RNA の配列100塩基がゲノムに当たれば、それはエクソンの1個のエクソンの内側中にあるってことですよね。ジャンクションをまたいでないってことですよね、明らかに。なのでそれはどっかのエクソンにきれいに入りついたので、発現してるねっていうことでよしと。でマッピングできなかった場合、マッピングできないと、まあ汚いリードっていうことももちろんありえますけれども、エクソンとエクソンの間にジャンクションにまたがっているのでマッピングできなかったっていう可能性があると思います。普通は 95% ぐらいヒットし、まあ、あのマッチしないとマップされないので、あのエクソンジャンクションにちょっとでも数塩基でも またいでるとマッピングされません。そういった場合にはもうマッピングされなかったやつは一回取っておきます。で一回全ゲノムにマッピングして、マッピングされなかったものだけ断片化してまたマッピングします。ただ最初の30基と後ろの30基、例えばですよね、そういった、どうやって断片化しているかは中内部のアルゴリズム次第なんですけども、断片化してまたマッピングします。そうするとエクソン1の下流とエクソン2の上流に、まあ、マッピングされればエクソン1と2のジャンクションにまたがったんだねっていうことが分かると思います。なのでそういうあのマッピング上は書いてあります。ここからここまでがエクソン1のコインマッピングされて、残りのリードの部分はエクソン2の上流のところにマップされたよっていう情報が記録されています。で、同じようにエクソン2ではなくて1のお尻の反対側、エクソン3の上流っていう場合もありますので、そういったものも当然マップされます。なので、普通にゲノムにマッピングされて、マッピングしてマッピングできないリードは断片化マッピングですね。断片化してマッピングすると、そういった処理をやっていますので、普通のマッピングにプラスしてマッピングしているので計算時間はかかります。計算時間がかかっています。で BWA と膨体では膨体の方がマッピングの精度は高いとは言われています。言われています。はい、これ3箇所ぐらいに1つのリードが3箇所以上とかにマップされる可能性ありますよね。はい、そのあたりってどうなってるんですか。じ
おそらくですが BWA の場合はランダムだったので、あの真実が例えば本当は10箇所ぐらいに当たるリードだったとしますと、ゲノム上のマルチヒットという意味ではなくて、マルチヒットリードのマッピングというところで、あの例えば真ん中あたりが1つのエクソン分だとして、でそれでそれが例えばエクソン2だとして、でエクソン1にも一部があの頭の方がマップされるし、エクソン3の方にもあの一部マップされるという、その 3箇所ぐらいにも断片化してこうマップされるという可能性も十分あると思うんですけども、はい、そのあたりがどうなっているのかな、あそれを考慮して重要です。はい、断片化マッピングの中であの、まあ、どこまで細かく分割しているかは分からないんですけれども、あの十分に細かく分割していると思うので当てにいっているようです。ちなみにこのトップハンドルトップハンド1に相当するやつでエクソンファースト系の方のやつなんですよね。エクソンファーストとかそのトップハンドル2とかと多分シールエクステンドになっているんだと思うんですけど、はい、そうですね、裏の棒体1、2でマッピングアルゴリズムが確かに違うので、1が確かシードから伸ばすタイプでした。あれトップハットの中でもそのバージョン2が違うんですか。1と2が確かあって、あそうなんですね。確かにトップハット1だとあの先生おっしゃったような感じのエクソンファーストで、あの最初にエクソンに棒体でマップされないものをまた探しに行くってアルゴリズムだと思うんですけど、うん、これ2ですね、トップハット2ワンと2で違うんですね、トップハートも。はい、ああ、そうだったかもしれないなって気がしてきました。すみません、ちょっと重複してたら申し訳ないんですけど、はい、そのラージ G っていうオプションをつけないと、はい、その、なんですか、エキソンとエキソンにまたがるようなマッピングではしないってことですか。いえ、あのそんなことはなくてですね、断片化マッピングして、まあ、今回つけなかったと思うんですけども、断片化マッピングしてマッピングはするんです。ただその何ていうか信頼性の保証みたいなものですよね、が、ちょっと落ちるというようなニュアンスだと思ってます。そしたらその何だろう、アノテーションファイルみたいなのはなくても、一応その断片化マッピングみたいなのができる。できます。はい、いやそうすると何かあのこの結果見て 10.5% しかマッピングできなかったことですね、これ。結果。アラインサマリーをご覧になってますか。そんな少ないのかなと思ったんですけど。あ、これですね。アラインサマリーみたいですね。マッピング率が 10.5% になってますね、これ確かに。ちょっと極端に少なすぎますね。本当ですね。普通は7、8割ぐらいはあるイメージは確かにあるので。リファレンスゼロが違うやつだから、それが欲しいけどね。リファレンス、サックサーだったと思うんですけどね、SR。あれ、なんでですかね。リファレンスゼロが逆に違うともっと低いですね。1桁パーセントが普通だったんですね。なんでだろう。あのクリーニングがあのしょぼかったからですかね。あのちゃんとポリエポリティテールをちゃんと捨ててないですし、あのそういうそれが原因かも。そのちょっとそのさっきのところに戻るんですけど、その先にポリエを除去して、その後、切ったじゃないですか。はい。で、ちょっと、ブレップで、その、何でしたっけ、汚いやつを除去した後に、その AAA っていうのをやってみたんですけど、はい。そしたら、なんか百何十個当たってきたんですよ。っていうことは、その、末尾が AAA になってないけど、マスのが汚くて真ん中あたりっていうか、その汚いところを除去した後に A っていうのがあるっていうことですよね。はい、真ん中って意味、真ん中にもってことですよね。はい、それで、端っこまで読んで、その先、そのポリ A の後でがそのポリ A が真ん中あたりに来ちゃった場合って、その後ってどうなるんですか。ああ、ポリエが真ん中に。それってアドプターの配列とかになるんですかね。
そうですね、ありえると思います。あのウェット上でアダプターが後ろにくっついちゃったってことだと思うんですけども、はい、実験上それはありえると思います。そうすると今使っているファイルの中にはそのかなりアダプターっていうか、実際そのサンプル由来じゃない配列がかなり含まれてて、マッピングできてないってことになるんですか？まあ、中身データを見て詳細に見て分析しないとわからないんですが、まあ、今回のマップ率が低い理由はいくつか考えられて、あのまずポリ A だけ除去しましたが T 除去してないっていうのがまず問題はあります、はい、でなのでポリ A ポリ T 本当は両方やらなきゃいけないですし、で長さも当然不備があって除去できてないというのはありますね。でアダプターの検索ファスト QC でアダプターはなかったんですけれども、あの、まあ、1000リードしか見てないので、あの、まあ、1000リードの中にないってことはないとは思うんですけども、もしかしたらあのリードが、まあそんなことはないのかな、はい、そうですね、アダプターが入ってたのかもしれないですし、一部アダプターの断片化された配列だけが混入されていて、まあそれは、人工的な配列なのでマップされてなかったのかもしれないんですけども、原因がはっきりわからないですね。ちゃんとちなみに今回カットアダプトって僕やってないんですけど、これやってるんですかね。あ、今回やってないですよね。今回アダプターは検出できなかったので、ファースト吸収の結果で、はい、であの、この例ではやってないですけれども、世間一般でって意味ですか、カットアダプトやるかどうかって、はい、今回は、はい、やっていないと思います、はい、このデータでは。わかりました。はい、先ほどの例は、まあ、こういうソフトもあるよというご紹介だったので、はい、あの一般的にトップハートってある程度長さが保証されてないと、そもそもそのマッピングにするに供さないっていうものが確かあったような記憶があるんですけど、今回のやつでこうフィルタリングが出かけてて、そのトリミングっていうかそういうのもやっちゃってるから、長さが一定以下のものがダーって増えちゃってるから、そもそもマッピングに、うん、あの通常ならないってそういうことなのかなっていう気はちょっとしてますけど、先ほどの、ファスト QC のアフターの結果ですよね、もうあるので、もう一回ちょっと確認してみたいと思いますが、長さの分布が、ありましたよね。あ、まあ短いのもちらほらありますが、ほとんどはでもやっぱり90ベースペア以上ですね。はい、なので、まあそこまで刈り込まれてるね。ただまあこのクオリティバリューの分布を見ると、まあそうは言ってもまだ20を下回るものはちらほらありますし、このあたりが邪魔をしてマッピングが失敗してることは多々あるとは思います。で ACGT の分布を見ると、あのなぜか T が3段下に行って増えているという傾向もあるので、まだまだ相当汚いリードだなという印象は持ってます、このデータがですね。でこれが なぜなのかは、あの、まあ、ポリ A ポリ T テールをちゃんと除去できてないからだとは思うんですけども、そういう理由かなと。で、このやたら配列が多いねっていうこのオーバーリプレゼンテッドシークエンスを見ると、やはり、これなんかまだまだ A が山ほど残ってますし、これも A が残ってますし、 A が残って A ですね、これは T が残っている。で、まあ、こういう ATAT とか GTGT みたいなリピートもあって、まあ、これはまあゴミだろうとは思うんですけども、あ、これもポリ A が残ってて、 これは5ダッシュ単側にポリ A が入ってますよね。まあ、あまりまだまだ綺麗じゃないなというのがこのデータの特徴のようです、はい、なの でこれちょっといやらしいですよね。ポリ A があるかなと思ったら最後 G が残ってるとかですね、はい、こういうのもあります、はい、あのごく一部であれば、あの実際には何千万リードも読むので、ちょっとあるぐらいであれば、まあ、マッピングされないだけなので定量性 RNSeq の定量性には何の問題もないんですが、今回1000リードしかないので少しでもあるとちょっと影響が大きいですよね、はい、そういったあの面はごく一部しか使ってないので、一つのエラーの意味合いが大きいっていうのは、まあ、実はあります。
こういうのとかありますね。ポリ A の後にアダプターっぽいなんか配列が入ってるとかですね、はい、こういうのもあるので、うん、どうやったら削除できるのかちょっとピンあのすぐにアイデア出ないんですけれども、ごく一部であれば、まあ、無視できるようだと思います、はい、実務上はですね、実務上は無視できるようだとは思います。はい、オーバーリプレゼンティブシーケンスのカウントっていう数字あるんですけど、カウントっていうのはどういう意味なんですか、はい、これですね、はい、1個あったって意味ですかね、はい、2個とか1個でもオーバーリプレゼンあのいう言い方するおそらく1000リード分のっていう意味だと思います。800分の、はい、2つも見つかったらオーバーという、まあ、パーセントで見ると、はい、パーセントで、はい、パーセンテージ、はい、単純に元々は700で、あの同じ配列のものが2個しかなかった、一番上が2個しかないっていう、ただそれだけの話です。たくさんあったらあの、まあ、それカウントのほうがどうという、そういうことになります。さらにちょっと混乱の点で話になっちゃうんですけど、今回のってマッピングあのオプションが -N10 ですよね、はい、10で相当こう緩くやってるのでバックアップされないというのはやっぱり不思議だなっていう感じですよね。はい、10ですもんね。10で、はい。10延期許容してるとですよね。ミスマッチを、はい。はい。はてっていうところあるんですね。あの、もしかしたらサンプルの、 あの教材としてはよろしくなかったっていうオチかもしれませんね。はい、あのちょっとあの、ある書籍でトップハット2を使う前に、アダプターやプラグイン配列の除去をするためにあのプリモマティックっていうのジャーファイルを実行させてるんですよ。あ、はい、はい、トリム用のソフトですね。そう、トリモマティックドットジャーってことは、はい、なんていうパッケージ、ピカードか何かのパッケージですかね。いや、だからあの普通の、 あのジャーファイル、ジャーファイル、それはそのジャーファイル単独で公開されてるってことですか。多分そうだと思うけど、あの TLRI、MM、O、MATIC 単独の、そうそうですか。あ、使ったことなかったです。トリモマティックですか。あのノウハウを皆さんで共有するためにちょっと検索してみていいですか。今言われたトリマティックって僕もツイッターやってますけど、はい、多分比較的良好な動きです。ああ、そうなんですね、はい、あ、はい、あ、この間バイオインマティクスジャーナルに載ってましたね、これ。はい、あの社内でアブスト の林道を変えた時にこれ確かありましたね。で、確かにジャーナル的に今年ですもんね、はい、最近出たばっかりですか。ソフトとしては前からあったんですか。あ、そうなんです。前からあったですね。あ、確かに2011リリースは11年の11月ですね。かなり前からあったんですね。ありがとうございます。あ、そんな使われているソフトは知りませんでした。ペアドエンドにも対応してるですか。あ、素晴らしい。あ、あの社内的にこれちょっとハックしたいと思います。深掘りして調べたいと思います。でも基本的にはそこまでこう変わるっていうことにはならないはずですよね。まあそうですね、うん、まあ、データにもよると思うんです。あの試薬とかにも、まあ、検体や試薬とかもろもろによると思うんですが、あのなんていうんでしょうか、ちょっと得られたサンプルがノイズが多そうなピュアな状態で取れなかった検体とかであれば考えた方がいいと思いますし、あとはシングルセルの RNA-seq やるときにはなんか厳しめにした方がいいとか逆に緩くていいとかあるかもしれないので、そこはあのケースバイケースではあるとは思いますが、あのツールとしては面白そうなのでやってみたいと思います。小杉さんママやっていただいてツイートしていただけると、はい、あ、ツイートしてます。結果か結果マッピングこれをやってマッピングした結果どんな感じになるかっていう、はい、それは URL 付きでぜひはい、こういったソフトがある、トリモマティック、はい、ということで、あのクリーニング、トリミング、もろもろ多分
これがパーフェクトっていう手段は残念ながらなくて、ソフトもどん改良改良でやってますし、まあ、ケースバイケースで変えていかないといけない面があります。でこれマップ率やたら低いっていうのは確かに問題ですね、はい、でトップアウトのアルゴリズム、先ほど口頭で言っちゃいましたけれども、A にするとこうです。で論文にトップアウトの論文に書いてありますので、そのフィギュアをちょっと抜き出してきただけですね、はい、ここにパブメド ID が入ってますけれども、こちらで見てください。でここにメッセンジャー RNA のジャンクションのところに来た赤いリードは断片化マッピングしてちゃんと見つけてるよっていうことが書いてあります、はい、このイラストではですね、はい、で、まあ、インデックス貼らないといけないんですが、結果の BAM ファイルがどれかというとaccepted_hits.bam です。どうなってんだ、ここに行っちゃったか、うん、あ違う、あいいんだ、はい、今 RNA シークフォルダーの中ですよね。でここからちょっと CD で今作ったこの 1K518891 のディレクトリの中に今入りました。 EWD しておきます。でアクセプテッドヒーツバムが一番上にあります。もうこの名前で決め打ちで生成されます。でアラインサマリーというのは先ほど資料上にもあったですね。あこれは 20.7% になってますね、マップ率が。20.7 でない方いますか、マップ率が。もう一度言いますね、キャットでアラインサマリードットテキストをやってみてください。でこの数字インプット730は多分一緒だと思うんですけども、マップ動画は151、 20.7% でない方っていらっしゃいます？みんな一緒ですか？再現性 100% ですか？あ、だいたい皆さん一緒。資料を作った時の数字なんて違うんだろう。あ、思い出した、1塩基名を除去が資料だったからだ。今回7塩基分除去したので、あちょっとマップ率上がってますね。あ、そういうことだ。はい、な資料と数字が違うのは、資料では1塩基目をトリミングしただけだった。これは7塩基分トリミングしたので、今回はだからですね、はい、でポリエポリディテールをもっとちゃんと除去すればこれは20がもっともっと上がるとは思います、はいはい、でもまあ20は低いですよね、はい、だいたい7、8割が一般的な RNA シークまん丸の RNA シークの、マップ率だとは思います。で、サムツールスインデックスでこのアクセプテッドヒッツドットバムに対してインデックスを貼ってください、サムツールスのインデックスのアクセプテッドヒッツバムですね。でバムドットバイが出来上がったと思います。で他にデリーションドットベッドとかインサーションドットベッドとかジャンクションドットベッドとか、プレップリーズドットインフォとかアンマップドバムとかあります。でアンマップドバムは想像通りで、マップされなかったはリードのバムです。でプレップリーズインフォっていうのはこんな、なんか情報ですよね、はい、ミニマムレングス30でマックスレングス98で730円リード渡して出力が726だったと、はい、でベッドについては IGV で一緒に見たいと思います。まあ、ログはまあログはいいか、で、igv.sh をやりたいと思います。で先ほどはしょってしまったゲノムファの読み込みをやりたいと思います。言っても必要なんですね、この後表示するために。
今 IGV 起動中です。来ないな。あ、来た来た、あ、来た来た。はい。で、このゲノムスですね、 IGV もうちょっと大きくできるかな。ここが大きくなるだけですもんね。これ表示がすみません大きくならないんですが、ゲノムスのメニューのゲノムスから、ロードゲノムフロムファイルを、まあ、フロムサーバーがネットにつながってフロムサーバーができればいいんですが、今回は手元にあるゲノムファーを読み込みます。ゲノムスのロードゲノムフロムファイルですね。で、ゲノムの中のサックサーの NCBI のビルド 3.1 のシークエンスのシークエンスの、ホールゲノムファスタの中のゲノムファ、これですね。これを OK で選びます。そうすると、読み込まれて1から、15、16まで、あ、途中ミトコンドリアとか入ってますよね。あの順番がこのゲノムファイルの順番なのであまりお上手じゃないんですが、こんな形で読み込めました。ここにクリエイトドットゲノムっていうのがありますね。あのこれで一昨日ですかね、あのドットゲノムファイルどうすんのっていう時にここで作れます。ロードしておいて作れます。はい、まあ、うん、シークエンスノテーション G、これは読めないかな。ああ、読めないですね。すみません。やめます。よ。はい。ゲノムファイルが読めた状態で、で、よいしょ。はい。で、読み込みます。これはいきなり、ちょっと待ってくださいね。何を渡したか出てないですね。あ、もう勝手に読み込ませろってことですね。はい、あのファイルでロードフロムファイルで、今回やったアメリ FNGS、RNA シークのこの 1K-SR518891 の中のアクセプテッドヒッツバムですね。これを選んでください。アクセプテッドヒッツバムの、バムファイルを倍があることを確認した上で、これ倍なしでこれやると倍ないよって怒られます。あのインデックスファイルがないよって怒られます。はい、読み込めました。で、まあ、適当になんかどこがいいですかね。 ここを見よって書いてますね。3番のこの位置を見てねって書いてあるので、よいしょよいしょよいしょ、ん、あり3の最後177350、ああ来た来た、でピッピッ、ああこの辺ですね、よいしょ、はい、よっ、こんな感じでしょうか。なんか消えないですね、消えないな。ちょっと、なんかちょっとバグな感じですかね。はい、もう一度あのついてこれてない方のために、言いますと、igv.sh を起動してください。igv.sh を起動してください。で、起動できましたら、前回、先ほどの、あの午後の
最後の資料が、まあ、お手元にもあるかもしれませんが、これが先ほどちょっと端折って時間が端折ってしまったやつですね。 igb.sh を一番下にあって起動したら、ゲノムスの中、ゲノムスのメニューを押すとロードゲノムフロムファイルってあります。これを選んでいただいて、まあパスはホームアドミンの中だと思うので、ゲノム、サックサー、NCBI、ビルドサンテージ、シークエンスで、ホールゲノムファスターまで移動してください。で、ゲノムファーがあるので、これを選んでオープンしてください。そうすると、左上にこのゲノムファーっていうふうに書き加えられます。まあ、今回読み込んだゲノムファーですね。書き加えられます。で、この状態でファイルを選んでいただいて、でまあ、これはリシークですけども、先ほどの RNA シークのところまで深掘ってもらって、よ、先ほどのこの RNA シーク、あ、これ、ここで出た、あ、これですね、このアクセプテッドヒッツバムですねを開いてみてください。で、場所情報が3番染色体のこの177350のあたりですね。177350でエンターを押すとその場所が拡大されるので、ちょっとスライドしていただくとこの遺伝子がマッピング結果が見えてくるかなと思います。こんな感じで、はい、ドラッグアンドロップできますね。ここにインサーションが何かあって、ここに T があって、ここにデリーションがちらほらあってという、まあちょっと綺麗とは言い難いですけど、こういう結果になりました。で、ですね、ロードフロムファイルを続けていきますが、今あのアクセプテッドバムを選びましたが、デリーションとインサーションとジャンクションのベッド3つも合わせて選んで、3つデリーションドットベッド、インサーションドットベッド、ジャンクションドットベッドを選んで、3つとも選んで、まあ3回やってもいいんですけど、まあ3つ選んで OK を押してみてください。オープンを押してみてください。こっち、そうすると3つ読み込まれます。で、新しくこのトラックが、行ができましたけれども、このできた行の上がデリーション、まあ確かにここにデリーションあるね、デリーションあるね、デリーションあるね、検出されました。3つデリーション検出されます。で、ここにインサーションあるね、まあポリティなので どうでしょうって感じですけど、あります。で、最後があのジャンクションって書いてあるんですが、あの遺伝子情報もセットで、入れないとピンとこないんですが、あのエクソンジャンクションのこうどれくらいエクソンをまたいだリードがあるかっていうことが数字が現れます。あんまり遺伝子ないですよね。結構スカスカですよね。なんかいい例があればいいんですが、よっ、ジャンクションドットベッドで何か情報があると思うんで、5のこの位置か、よ、あり、読み落とした、コピー、よ、5番さんの、よ、貼り付け、あ、ペースト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 、どうやってやんだペースト、本当の上に行くのかな、あ、行った、分かった、はい、よいしょ、あ、こういう感じで、あのジャンクションあるねっていう絵が出ます。もう1本だけなので、あの、まあ、間引きすぎ、 1000リードしかないので間引きすぎたのかもしれないんですが、1本だけとはいえ、あのジャンクションになっているリードが見えてます。あの向きは左向きですね。あのこのバーが左に向いてますよね。でカーソルを合わせると
リードの番号とかリードの ID とか、マッピングクオリティ50とか結構高いですねとか、あのパラメーターがいろいろ出てます。で向きがアライメントスタートはあと実写すみません、こうマイナスになってますね、マイナス側のストランド逆向きストランドですよとか情報があります。で、ちょっとここがエクソンのジャンクションになっているんだと思います。またいでるのはこの水色の線が引っ張られてます。でそれを定量的に見るのにこういうあの橋が渡っていると。でエクソンがいっぱいあるとあの橋がこういっぱい渡って見えます。でエクソンを1個飛ばしてるジャンあのスプライスバリエーションがあるとこう1個エクソンを飛ばしてこう橋がかかってる感じですね。でこの橋の厚みが、相対的な量ですね、定量的な量になるので、これは1本なので細い線ですが、たくさんリードがあれば太い橋になります。定量性があります、はい、なのでリアルなデータでやると結構きれいに見えます。はい、ここまででご質問はいかがでしょうか。ピンときましたか。ここまで表示できてますか。あの時間はちょっと余裕があると思うので、まあ、早く終わりたいという本音もあると思いますけど、あの質問もぜひ、はい、もう習うより慣れるな面はあるので、ぜひラボに帰ってやっていただきたいとは思うんですが、公開データも含めてですねいただきたいと思うんですが、こちら。よ。はい。ああ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい。それがあのまあ、違う場所を見せましたけれども、この3番染色体のこの場所はこういう形で見えますよ。結構違いますね、さっきと。やっぱりあの7塩基を5ダッシュ単7塩基をフリッピングしたので結果がやっぱ変わってますね。あの綺麗になっているようですね。で、ポイントとしてはですね、遺伝子の発現量はと、遺伝子にマップされたリードの本数とはイコールじゃないですよねっていう話なんです。なぜかというと、遺伝子にマップされたリード数っていうのは遺伝子が長い遺伝子もあれば短い遺伝子もあるので、リードの本数で見ると間違っちゃうと思うんですよね。当然長い遺伝子の方が当然本数稼ぎますよね、当たり前ですけど。なので長さで割り算してあげて標準化してあげないといけないと。長い遺伝子は直接その分たくさんリードが入りつつので、長さで割り算してあげなきゃいけない。でかつ、実験 RNA シークなので定量性が大事なので、あの検体そのもののサンプルごとによって、どれくらい元々たくさん取れてある、たくさんリード取れてる結果もあれば少ししか取れなかった結果もあると思います。なのでそもそもの実験の単独の、誤差もブレもあると思います。なのでそれは全体の本数で割り算します。全体の本数のうちこの遺伝子が上に乗っかったのが何パーセントあったかっていう計算法ですね。でそういった割り算を、2回遺伝子の長さと全体の取れたリードの本数で割り算したのが、FPKM という指標です。 F はフラグメントの F ですね、はい、で RPKM もよく聞くと思いますが、それはリードです、はい、あのフラグメントっていうのはペアドエンドやった場合 あのちゃんと両側を考慮した上でのフラグメントですね。ペアになっているフラグメントで、 RPKM の R はリードなので、シングルエンドでも成り立つそれぞれのリードのことですね、はい、となります。で、まあ、計算方法 PKM の K はキロで M はメガなので、はい、遺伝子の長さ分の線かけて、でリードの本数分の100万ですねでかけてます。はい、まあ、全てのリードの本数で割って100万かけて、遺伝子の長さで割って1000かけてってことですね、はい、これがあの KM の意味ですね、はい、であの生のローカウントですね、本数ですね、で、出してます。こういう式で出してます。そうするとまあ比較的ノーマライズされた形で発現程度ができると。で、まあ、まだBAMの形なので、この計算をやるソフトがカフリンクスです。カフリンクスです。でただカフリンクスとだけ打ちます。今 IGV が起動しているので、 IGV を、まあ、止めてもいいですし別の画面出してもいいです。
ターミナル、どちらでもいいです。私はあの後々使うかなと思うので、別のタブで、こっちのタブでまだ IGV が走りっぱなし、こっちのタブでこれから、カフリンクスをやりたいと思います。はい、一個上に行こうかな。はい、で、ただカフリンクスと打ちます。まあ、-V だと V はないんだな。ただのカフリンクスとだけ打つとヘルプがこうザーッと出て、バージョン見たい場合は大文字の V かなんかとかかもしれませんね。長いちょっと長いですが、はい、これだ。バージョン 2.1 で、O はアウトプットで、 P がナンバーオブスレッズですね、 CPU のコア数ですね。で、大文字で GTF ファイル、遺伝子情報ですね。はい、などなどいろいろオプションがもうたくさんあるので、はい、カバーしきれませんが、これを使います。で、アセンブルのガイドとして機種の遺伝子を使用することもできます。はい、で、小文字の G で GTF ファイル指定した場合と大文字の G で GTF ファイル指定した場合では意味が違ってくるということですね。はい、で、カフリンクスでミンフラッグスパートランスフラッグに、あの2本以上ないとカウントしないよっていう、はい、あの発言として持たない意味、カウントしないよって意味ですね。はい、で、今回リズムが少ないため検出基準を緩めています。はい、ミンフラッグのデフォルト値ここに書いてあるんですね。はい、読めてます。で、あのもうここに書いてある通りやってみてください。カフリンクスで、まあ、オプション指定して O 指定して、で、最終的にはこの BAM ファイルを指定します。で、1個上のフォルダ RNA-seq のフォルダでディレクトリで実行してます。 PWD にしときます。ここです。 RNA-seq のディレクトリ内ですね。で、実行してます。アウトプットはさっき の 1KSR518891 の中にまた出すということにしてますね。はい、で、インプットファイルもこの 1K ホニャラの中にあるアクセプテッドヒッツバムですね。はい、ポチッと、そうするとなんか何やらこうガーッと動いて1秒2秒で終わったかと思うんですが、はい、出ました。これもホールの、あ、ホールっていうか人の RNA シークだと、まあ、30分とか40分とか結構かかります。はい、で、中身見てみますと、あの、まあ、タイムスタンプを見るとこの4時31分とか4時51分とかありますが、バイガー作ったのが31分ですね。16時07分がアクセプテッドヒッツで、31分がバイで、今やったのが51分のこのできたものがあります。ジーンズ FPKM トラッキング、アイソフォーム FPKM トラッキングとスキップド GTF とトランスクリプスドット GTF ですね。この4つが出来上がってます。ありがとうございます。FPKM トラッキングファイルと GTF ファイル2つが出来上がっていると。で、実際に中身見てみましょう。アイソフォームの方は、まあ、アイソフォームを出力しているので、今回は遺伝子です。アイソフォーム単位ではなくて遺伝子単位での、FPKM のデータを見たいと思います。レスで、あの Excel で開いたら Excel でも当然開けますが、とりあえずレスで開きたいと思います。タブ区切りテキストなので Excel で開くと、まあ比較的見やすいような書式にはなってますが、レスで開くと、1行目が、ヘッダー行ですね。各列のヘッダー行です。トラッキング ID、 クラスコード、ニアレストリファ ID、 ホニャラホニャラと、
GTF を指定してないので今回の実行ではニアレスト RFID は入りません。遺伝子名は入りません、はい、で、これポジションですよね。で、この数字FPKM ステータス KEM コンフハイローグ FPKM、 これが FPKM ですね、はい、で遺伝子の情報がないので遺伝子の長さ分のなんとかっていうのはできないんですね。今回読んだリードの長さが遺伝子の長さだと定義しちゃってるので桁がやたら大きいんですけども、実際には遺伝子の長さがちゃんと指定し GTF ファイルを指定して遺伝子の長さがちゃんと指定されているともうちょっと落ち着いた数字になってます。何百とかそういう桁になってます、はい。まあ、今回はこういうふうに出るということをご理解いただけたらと思います。結果も全部で 10件しか出てません。まあ、ビータデータなので仕方がない面もあるかなと思います、はい。でこれはやらないつもりなんですが やれないんですけれども複数サンプルの、カフリンクスの結果が基本出ますよね。サンプル単位で、まあ、試薬をぶっかけたサンプルとぶっかけてないサンプルで RNA シークをやったりするわけですよね。で結果が2サンプル分ありますと。で2サンプル分のそれぞれの結果がこういうふうに出ると思います。トランスクリプト GTF とかアクセプテッドバブとか出ますよね。で、これらそのサンプル、これは1サンプル1からサンプル4までやってますけれども、でグループもグループ 1がケースでグループ2がコントロールみたいなイメージですね。でやってます。4つのサンプル2グループ4つのサンプルで結果が出たとします。で、それぞれの結果をGTF っていうのは遺伝子の定義情報なのでとりあえず4つのサンプルで検出された遺伝子領域全部をマージしてコンセンサスな遺伝子の、まあ、発現された情報を作ります。それがこれカフマージです。でマスやらないと絶対にこの先進めないというものでもないです。ただ複数サンプルで解析したのであれば、まあ、やっといた方がいいと思います。コンセンサスな遺伝子リストを作成すると。で4サンプルであれば4サンプル合計ですね。でその合計に対してサンプル1はどうだった、サンプル2はどうだった、サンプル3はどうだった、サンプル4はどうだったっていう比較をします。なのでまずは全体を足してで足した結果に対して各サンプルの違いを見る、でグループ1、2同士の違いも見ると、そういうことをやります。で、それがカフマージで、カフマージするとトランスクリプト .gtf.txt というファイルが出来上がります。これがアウトプットがこの名前ですね、はい、出ます。今回はお手元にこのデータがないのであれできないんですが、はい、gene.gtf は、まあ、そのサンプルの種の遺伝子情報ですね。ゲノムファイルはゲノムファイルですね。でカフディフで比較します。グループ1 vs グループ2だと思います。で、カフディフで O はアウトプットディレクトリなので、まあ、何でもいいんですがコンペアとかしておきましょうか。で -L はラベルです。グループ1グループ2のラベルです。で、まあ、カンマで、あ、ここスペースが入っちゃってますがスペース入りません、スペース入りません、ここ間違いです。スペースは入りませんのでご注意ください。-L で、なんでグループ今2個ですけど3つ4つ5つ6つって増やせます。カンマで区切れば増やせます。ただしスペース入れちゃうとダメなのでスペース入れずにちゃんとカンマで区切ってグループ1、2、3、4って入れてください。まあ、タイムテーブルであればタイム0とタイム1とタイム2とでもいいですし、何もぶっかけてないもの、試薬 A かけたもの、試薬 B かけたものでもいいですし、まあそこはいろいろあると思いますけども、はい、少々お待ちください。丁さんお願いします。はい、で、スペースはなくし、ここにはスペースは入れずにお願いします。グループ1カンマグループ2で2グループであれば2つでいいですね。で遺伝子の GTF で、ここにですねそのグループ1のサンプルのバムカンマ、またスペースがダメです。これスペース入れないでください。スペースなしで、グループ1の2つ目のサンプル
です。でここ次はスペースがあっていいんです。次はスペースがあって2グループ目のバムでカンマでこれスペースなしで、グループ2のもう一個のサンプルのバムを書きます。なので一つの同じグループ内の複数サンプルはカンマ区切りでスペース入れちゃダメです。同じグループ内グループ1のサンプルが2個あるので、カンマで区切ってスペースは入れちゃダメです。つまり1グループの中にサンプルが3つ4つ5つあってもいいということです。まあ、1個でもいいんですけど、もう一回言いますね。グループ1とグループ2があって2軍間比較ですと。で今回は2サンプル同士ですけども、3サンプル同士とか1サンプル対3サンプルとかでも大丈夫です。で複数サンプル指定する場合はカンマで区切ります。でスペースはなしです。スペースダメです。はい。で、グループの別グループ1の中はカンマ区切りでスペース入れないんですが、グループ1とグループ2の区切りはスペースで区切ります。ここにはスペースが入ってますっていう書式です。で今グループ1、2だけですが3つあれば、スペース区切りで、まあ、3つ塊をカンマ区切りの塊が3つ書かれます。はいはい、ぜひお手元のデータで、まあ、公開データでもいいんですがでやってみていただきたいなと思います。でもうカフリンクスのホームページにももちろんチュートリアルもあって説明もありますし、カフディフで Google 検索しますとこういうコマンド打ってできたよっていう、レポートもあると思うのでそちらもぜひご覧ください。よはい。で、本当であればこの先に、出てきた FPKM の結果はカマーバンドっていうソフトがあるんですが、このカマーバンドっていうソフトにかけるとカフディフの結果とかカフリンクスの結果そのまんまの書式で読み込めて解析できたりします。すいません。はい。あ、今の軍艦比較のところですね。はい。一体何とかの OK とかを言われたんですけど、サンプルのセレクションバイアスっていう問題はどう考えられるんですか？はい、セレクションバイアスが普通のマイクロアレイのデータと全く同じだと思うんですけれども、セレクションバイアスありますので、バイアスかかってそうな検体はやっぱり除去しないといけないと思います。で、カフリンクス単独でかけた場合には各サンプルごとの発現量が出ます。で必要によってその各サンプルの発現量をボックスプロットとか取っていただいて、バイアスがあるようなサンプルは除去するとか、これはマイクロアレイと同じでケースバイケースで調整する必要があるとは思います。まあ、例えば特対3ってちょっと少なすぎるし、はい、現実的な N は5以上でやることが多いと思うんですが、当然 RNA シークすごくお値段もかかるので、まあ、3対3とかでやる例も多いですね。ああ現実的にはですね。ああ、はい、はい、EKM の、はい、その D の長さで割る部分の話ちょっといまいちついていけなかったんですが、DKM ファイルでレングスを指定すると、FPKM の計算の時にそのレングスを使って割ってくれて、はい、DKF を入れないと、割ってないのに FPKM が出るのか、それとも、マップされたところの範囲を使ってそのレングスと見なしては出なかったか。はい、後者です。はい、ですので桁がとても大きくなってたのはそういうことですね。はい、本来であればマップされた場所が遺伝子アノテーションがついていればそこは遺伝子なので、遺伝子 A であれば遺伝子 A の長さで割れるんですが、遺伝子情報を渡してなかったので、今回は割れる分母がないので当たったリードの範囲がもう分母にしてしまってますよね。なので数が大きくなってしまったと。で、先ほどのよカマーバンド、ここじゃないな、もう一個前かよ、これかカマーバンド、ビジュアライゼーションオブ RNA シーク、ディフェレンシャルアナリシス、
書いてますね。で、これポチッと押してページ飛びますと、あの同じ組織が作ってますけども、ハマーバンドはあの R で動かすパッケージだよとか出てますね。で、入れてあげると R でそのままディレクトリを指定するともうファイルを自動的に読み込んでくれてプロットまでしてくれる便利なソフトです。でここにマニュアルが HTML 形式であるので、あのこちらをご覧いただくときと、あのチュートリアルっていう項目があったかな、あったと思うんですよね、はい、あの比較的簡単に始められるかなと思います。こんな感じであのプロットがこんな綺麗な、あこれは よく見ますかね、はい、あの複数、まあ、3群あれば3群でどういう傾向があるかを見る、全体を見渡すためのソフトです。はい、一個一個の遺伝子を見るとかではなくて全体を見渡すためのソフトです。はい、こうやってプロットしてとかこういう系統を描けたりとか、はい、ボルケーのプロットができたりとか、もろもろします。はいはい、まあこの辺りからいいかな。で、現実的にはその FPKM のデータを使って、まあ、クラスタリングとかヒートマップ描いたりとかして、ユイさんのあった遺伝子でそれをやって、あのカフディフを使うと、グループ1グループ2の比較のピーチが出ます。どれぐらい片方で上がってて片方が下がるとか、その逆とかですね、ユイさんのあった発現に量に有意差のあった遺伝子一覧が出ますので、ピーチで出ますので、上位何百とか選んでクラスタリングするという、あのマイクロアレイと同じ解析手法が発現量解析では使いますね。実際問題ですね、使います。はい、はい、でもう一個補足させてください。バイオリナックスのホームページ、あのご覧になった方も多いかもしれませんけれども、あの今回バイオリナックスバージョン7が、入っていたと思いますが、エンバイロメントオメクちょっと違うかな、あいいのかな、はい、で今最新版のバイオリナックス8が、ついこの間リリースされました。で、先ほど Linux のディストリビューションバージョンはUbuntu と CentOS と2大巨頭があるって言ったかな、はい、あるんですけれども、 Linux には Ubuntu 系統と、CentOS Red Hat 系統があって、まあ、両方とも CentOS も Ubuntu 系統無料なんですけれども、 CentOS Red Hat 系統の CentOS は比較的安定的にサーバーとして使うことが多いです。で Ubuntu というのはいろんなソフトをパッケージ入れたりして、あの使い勝手がとても良い、デスクトップとしても使えるぐらいです、使い勝手がいいです。でこのバイオリナックスはもともと Ubuntu 系統で作られてます、作られてます、はい、Ubuntu 系統です。で Ubuntu は2年に1回安定版っていうバージョンを出すんです。ロングタームサポート LTS っていうバージョンが出まして、でその Ubuntu の、2014年の4月にリリースされた安定バージョンの上にこのバイオ系のソフトを入れたバイオリナックス8が最近リリースされました。7月かリリースされましたので、まあ、今回は1個前の準備段階での時点で6月に準備したので間に合わなかったんですが、バイオリナックス7を入れて皆さんに使っていただきましたが、これから始める場合は、まあ、8を使った方がいいかなと思います。でこの Ubuntu のこのバージョンは5年間サポートされるので、セキュリティのバージョンアップですねが5年間継続されるので、まあ、長く使えるんじゃないかなとも思います。バイオリナックス8ですね、はい、で、まあ、ダウンロードして ISO ファイルで DVD に焼いて焼けます。で、お手持ちの余ってるパソコンとか、まあ、解析用のパソコンが用意できればそれにインストールして、解析することが構築することができます。環境構築することができます。でメモリを普通の解析でも 32GB ぐらいは用意した方がいいとは思います。正しい計算の場合でハードディスクは扱うサンプルにもよりますが、まあ、数テラバイト以上ですね。普通のハードディスクでも4テラとか3テラのハードディスクが普通に売ってますので、まあ3テラとかでヒトゲノムとかまんまるを扱うのであれば、複数のハードディスクを束ねたレイド構成にした10テラぐらいのハードディスク構成にしたサーバーとかがあった方がいいかなとは思います。はい、ハードウェア的な、まあ、ソフトウェア OS とハードウェア的な、補足はどんなとこですかね。ちなみに、ミニマム4ギガ欲しいよって書いてありますね。
ミニマムとは書いてないか、はい、まあ、4ギガでお願いねってありますかね、はい、はい、全体を通しても以上になりますが、何かあの RNA-seq の後半の方でもいいですし、全体を通してでもいいんですが、ご質問はいかがでしょうか。はい、お願いします。すみません、今回ピラエンドのデータをシングルリードとしてずっと解析したと思うんですけれども、はい、ピラエンドのデータを本当にピラエンドとして解析したい場合はどこでそのピラエンドを合わせてどういうふうにそのクリーニングとかフィルター化していくかって簡単に教えてもらいますか。はい、クリーニング自体はペアセットでクリーニングできるソフトもあります。先ほどもちょっとありました。でファスト X ツールキットを使う場合には、ペアエンドでもそれぞれのリードでクリーニングしなければいけません。でクリーニングした結果ペアの情報を合わせなければいけないので、そのペアを合わせるソフトが、まあ、ネット上にこれもこれがあっています。でそれをかけていただくと形になります。でペアの情報が揃った状態でクリーニングされているファイルがあれば、RNA-seq であればその後トップハットにかけると思います。トップハットにかけるときも、先ほどのトップハットのコマンドで片方側だけファストキュー指定しましたが、スペース入れてもう一個ファストキュー入れてあげればペアードエンドとしてちゃんとマッピングされます。はい、まあ、BWA も同じですけれども、 BWA のメムも同じだったんですけれども、トップハットのここの指定ですね、これは一個だけここれを指定してます。もう一個スペース入れて2個ファイル指定してあげればペアードエンドとして認識されます。はい、クリーニングした後にその、はい、フォワードリバースの方で行数が多分クオリティによって変わると思うんですけど、なんか行数が違ったら後で合わないよとか先ほど言ってたと思うんですけど、そういうのは関係なくそのソフトで、2つ入れてあげるのはペアエンドとして認識されるっていう、そのペアの情報を揃えるソフトにかけないといけません。先に先にかけて何かタグみたいなのをつける、はい、タグつけるというよりはペアードエンドがあった場合、片方側を捨ててしまうともう片方は意味をなさないので、もう片方も捨てないといけないですよね。でそういう調整をしてくれるソフトがあるので、ペアを揃えるソフトに先にというか、まあ、クリーニング後ですけど、クリーニング後にかけて、でちゃんとファストキューファイルの行数が一致していることは絶対に確認する必要があります。はい、はい、ジーンズ FPKM とアイスフォームの FPKM の、 その分類のされ方がちょっとわからないんですが、そのどうやって複数のアイスフォームをからはなる遺伝子の一つの遺伝子にまとめるみたいな、そういった決まりが何かあったら教えて。最初の時点で遺伝子情報を渡しておくと、まあ、エクソンの情報がわかるので、そのエクソンの情報を、まあ、エクソンをまたいでいる1から2、エクソン1からエクソン2、エクソン2からエクソン3という、まあ、基本は連続してジャンクションがあると思うんですが、それを飛ばしてエクソン1から次に3に行ってるとか、そういったパターンが1つでも見つかればアイソフォームとして認識されて、アイソフォームの中に別の行として、別のアイソフォーム、同じ遺伝子だけども別のアイソフォームとして、登録されます。なので遺伝子情報を渡さないとそれは出ないので、入力の時にですね、実行する時に人数というものは、例えば3つぐらいバリアントがある遺伝子もいて、その3つをまとめたもので1つとなるわけじゃなくて、基本は、ソフトによって違うんですが、このカフリンクスの場合は確か足し上げただけだったと思うんですが、ちょっと詳細覚えてないんですけども、その際に遺伝子のサイズとしては一番大きいものが定義されて、でそれがレングスになって、うん、FPKM の計算の時ってことですか。でタグをその全体にマップさせた後にレングスで割った形で数値が出るものですか。確かにスプライスバリエーションの FPKM の計算の分母、遺伝子の長さって確かに難しいですね。おそらくそれは計算しようがないので、真実の値を取りようがないので、うん、そうですね、
何かしらコンセンサスな遺伝子の長さを使うんだとは思うんですよね、はい、それが何かは確かに分からないですね。私も FPKM を出してから足し合わせるのか、それとも一つの数値として FPKM をタグとレングスで出してるのかとかも、もし分母の遺伝子の長さが同じなのであれば、まあ、足してから出し計算しても FPKM 出しても、一個一個出してから足し上げても、まあ、結果は一緒ですよね。分母が一緒、分母の遺伝子の長さが一緒なのであればですよね、はい、なのでおそらく分母の長さ一緒だと思うので、アイソフォームごとに変えることってできないと思うので、現実問題なので、まあ、どっちからやっても答えは一緒だと思います、どちらだとしても。はい、あ、ちなみにですね、カフリンクスは、遺伝子が短い場合に FPKM が高めに出る傾向があるというふうに言われています。別の FPKM とか RPKM を算出するソフトにかけて、相関取ると、まあ、同じ、ファスト Q ファイルでカフリンクスで、トップアウトカフリンクスで出した結果と、トップアウトと別の FPKM 計算法ソフトで、計算すると、同じ遺伝子であれば同じ FPKM とか RPKM になるはずですよね。でそれを相関取ってみると、1.0 ではなくて、0.9 いくつになるんです。で、どうしてこう Y イコール X の軸からずれるのかなと思って、遺伝子の長さごとにプロットの色を変えてみると、短い遺伝子ほど、カフリンクスの FPKM の値が数字が大きくなるので、発現量が大きく見えてしまいます。のでカフリンクス の弱点ですね、短い遺伝子は発現量が多く、相対的に多く算出されます。で結構、まあ、知られている、業界の内では知られている傾向なんですが、まあ、ソフトのそういう傾向なので、計算方法の偏りなので、これは仕方がないのかなと思います。カフリンクスだと FPKM の値がちょっと大きめに出る、ちっちゃい遺伝子だと大きめに出ちゃうという仕様になっています。ありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。